じゃあ虫が、虫はもうずっと虫でしかないのはいもうずっと虫で輪廻していくしかないそうじゃない、ね、犬だったら、ずっと犬として輪廻するしかないっていうね、えー、うこのコンテンツは、ネイチャー館の提供でお送りしますはい、デイブの気になったニュース、今日もよろしくお願いします今日はアリーと一緒にお送りしたいと思いますけどよろしくお願いしますえーと。 作家でもあり、えー、医者でもある、えー、ジェフリー・ロング、はいえー、の話をしたいんですけど医者として放射線療法の医者で、うんえー、学生時代に、えー、非常にニューデ e x エクスペリエンス日本語では、えー、臨死体験臨まあそれに非常にく興味を持って研究をし始めます。うんうん まあそこからもう30年ぐらい経ってまあ本を書いたりとか自分でウェブ上をウェブ作って4,000人近くの人たちそのレジス体験を研究してるというそのジェフリー・ロングさんのインタビューをちらっと見たんですけどまあ本を読んでないですけどまあかなり興味深い。 えー、内容だったので紹介したいと思いますけど、うん、まあ臨死体験をしたっていうことは要,要は体が死んででるわけです心臓が止まって、うん、脳の働きも完全に止まってる、うんまあ、そういう状態での人たちのそこまでの臨死体験をあの細かくあの質問に応じて書いていくわけなんですけど、うん、そのウェブ上では。はいまあ、その中で かなりのあのまあ90何の人たちが同じような体験をしているというところから、うん、まあこのロングさんはあ実際に何かあるのではないかと、うん、人間はあの体が死んじゃってもまだあの意識はあると、うん、生きているといいでまあそんな中であの臨死体験の中で完全にあの臨死体験ではない夢のようなものを見てそれを 体験として語ってる人たちもいるんですけど、その夢と、あの、実際の臨死体験は全く違うと。うん、で、臨死体験の場合には、人間っていうのは、あの、幽体リアルス、あの、をしているという感覚でいると。で、夢とは全く違う感覚で、あの、物事を見てると。で、大体、あの、自分が倒れて入院してしまった、 部屋の中とか、誰が自分のことを見てるとか医者の顔とか、まあ、その辺の近くにあった装置とか、うん、自分がつながってるあの装置とかなんかも細かく覚えてると、うんうん、でそれをもうあの質問の中で語っているというのがあのメインの,あの臨死体験を経験した人たちの、えー、流れであるというふうに、うん、まあ本人のあ流れの経験から そういうふういふに伝わってきたまあ中には天国みたいなところまで行ってものすごいあの世界を見たりとかするっていう話も、えー、臨時の中では出てくると、うん、まあそんな中あの、まあ、ロングさんがあの研究していて、まあ、本人の結論としては人間というのは魂というかあの体が死んでいても魂はそのまま生き延びているというふうな まあ結論に魂を生き延びて意識は続くっていう話がなくてって魂がまあ魂と意識って言い方がまあど,どっちも使ってるんですけど、うん、本人は、ねうん、だから、まあ、魂なのか意識なのか、うん、まあ分かんないですけど、うん、まあとにかくその生きているとで実際にあの現場にあったものも見ているというふうに話しているわけですよね。 馬に乗って走っていて馬から落っこってしまって、まあ、脳を痛めてぶつけちゃって意識が飛んでしまったところで、うん、突然その女の人なんですけど突然彼女はあの一瞬のうちにその馬を借りた牧場にボーンって自分は戻るわけです。うんうん、でその牧場でまあ本人が怪我したとかは誰も分かってないんですけど。 そこにいた牧場主とか、他の馬とか、他の、あの人たちの顔が見えたと。うん、まあ、そういう体験を、え、あの、あった人もいたらしいです。うん、まあ、後々、あの、馬が勝手に帰ってきたので。その牧場主が慌てて探しに行って、まあ、彼女を見つけるわけですよ、ねうん、で、そこで、まあ、結局、病院に運んで、また意識を取り戻すわけですけど、うん、その女の人は。でも、そういう。 経験もしたことある、うん、人の,あのインタビューとかなんかも、うん、ウェブ上にあるということなんですけど、うんうん、まあでもとにかく4,000人もあの体験談をあの体験した人たちの研究をしているとほとんど同じような感覚であの話していると。うん、で夢とは全く違う。 あの自分は体から抜け出して、まあ、病院ですと上からメーター上からなんか物事を見てるとか、うん、自分の死体もあ死体っていうか自分の寝てる場所も覚えてるし、うん、先生の顔も覚えてるあの使った道具とかなんかも、うんまあ、ロングさんが知らない道具とかなんかもきめ細かくあの語っていると。うん、だからあのロングの印象を 来た、えー、あの考え方ではなく本人が語ってるそういうあのデバイスとかもあのきめ細かくあの語って,あっているので、うん、まあ本人的にはどうやらあの意識をあって見てるのではないかという印象ですよね。うんえー まあそんな感じで、うんえー、ジェフリー・ロングさんのお話を、えーね、紹介しまあね、その幽体離脱に関してはね、えー、その例えば、えー、と臨死体験自体はすごく今、えー、と増えているっていう話ですよね要するにその蘇生技術が、えー、どんどん発展したために、えー、例えばまあ心臓発作で昔だったらなくなっているのが蘇生することができるようになってはい、はい、臨死体験を語る人たちがかなり増えていて。えー 20%から30%の方たちが蘇生された方たちが臨死体験を語っているっていう、はい、えーとデータも,ここもあって、はい、でまあその幽体離脱に関して言うと,、えー、といわゆるその亡くなってじゃなくても例えばデイブも臨死、うんはい、体験じゃないや幽体離脱を経験していたりするっていうことじゃないですか。はいでまあ、その体離脱をね あの経験している方たちもたくさんまあいると。はい。これは一体どういうことなのかっていうのがね。<laughs> 一つこう、まあわからないのと。あとまあ、その死後の世界に関して言ったら。その死というものが。どの時点で死と言えるのかっていうのは、まだ医学的にはっきりしないと。はいはい。だから、まあ、今。まあ、脳の、あ、働きと心臓が止まっているから。うん ととと言って死んんででるあなないそうすよねあのイーベン・アレクサンダーソンっていう方が、まあ、この人有名な脳神経外科で臨時、はい、体験をして、えっと、2000何年間に本を出してこの本を僕も読んだんですけどまあ彼の主張としては脳波は完全に止まっていた、うん、心臓も止まっていただけど、まあ、デーブが言ったようにその幽体離脱状態で意識がこうあったっていうことなんですけど。はいはい まあそのどの時点で人間っていうのは死んでるのかっていうのは今のサイエンスでは分からない、うん、一つのまあプロセスなんだっていうふうにはね言われていて、ええ、だからこれがこう何時間ぐらいかかるのか何日かかるのか例えばチベットなんかでは、えっと、3日間はあの亡くなったあと僧侶はこの遺体は触ってはいけないっいうそういうあれもあるし,あるしあどの時点で死と呼べるのかが、ええ 今の医学では全くわか,、ねえー、からないっていうのがありますところですよね。プラスその意識というものが一体何なのか、うん、これはまあみんなその自分の中に意識があるっていうことはまあその思考とか、えー、記憶とかそれとは違うものがあるっていうことはまあみんな誰しも、えー、意識に意識を向けると気づけることなわけだけどこれはまあ機械では測れないっていうね。はい だ全くのミステリーですよね。ええ、そのロングさんはその臨死体験のことを言っているんですか、それともその死後の世界の話をしているんですか。まあ臨死体験を経験した人たちの、うん、あの話を本にしてるので、まあ臨死体験でしょうね。なるほどね。だから死んだ人たちは、まあ、まあ戻ってこないからわかんないです。話ではないっていうことですよね。ええええ、あの最近、えー、総集編で。 死後の世界っていうね、はいえー、これもその,のそんな話もちとありまたくさんいろんな話をね、はい、死後の世界の、はい、僕が一番あの印象に残ったのが臨死体験ってそのわりかしそのデブが言ったようにさ例えばその天国みたいなところがあったりとかさ、はい、そのいい体験幽体離脱してから光に包まれたとかさ、はい、そのいい体験が。 レポートとしては多いんだけど実は非常に恐ろしい体験っていうのもそう,そうあの記録されている,いると,と、はいね、これがその恐ろしい体験した人たちが、はい、あんまりそういう研究者に話をしないんだと。も嫌だね、<laughs> 臨死体験をしたんだけど、はい、なんかみんなが言ってるようなその光に包まれてるとかではなくて、はい、とんでもない世界だったよっていう。はい それを、ね、あの語っているブルース・グレイソンという人の話も、ね、この総集編では、ね、紹介しているので「はいまあ、臨死体験イコール全てがそのいい話とは限らない」しかも悪い話っていうのはした人はあんまりしないというそのリサーチャーに対して報告をしないっていうバイアスがあるんではないかあいろんな考え方がありますけど、はいはい、ではどう思いますか まあだから僕は幽体離脱したことあるので、うん、その体験談を聞いてはああなるほどなと分かります、うん、だから自分がその意識として体から抜け出した時には、うん、今までの,あの物理的な動きとは全く違う動きなんですよ幽、うん、体離脱をした時は、うん、自分が何か考えたことからそのままそのままボーンって目の前に出てくるどこの部屋に行きたいとか、うん、あのあの さっき話してた馬から落っこっちゃったあのお姉さんも急に牧場に戻っちゃったとかそういうあの時間軸もあの特にないあの時間あの動きっていうかだから今まで体験したことのないあの体の動きだから自分であのあの筋肉を使って例えばベッドに寝てた時に。 起きたいなと思ったら、うん、パっててもう自分の体起きてんですよ、うん、あ何にも筋肉使わないまま起きたなみたいな。うん、でちょっと向こうに行ってみようかと思ったら例えばあそこにある白番があるじゃないですか、うん、あの目の前に行きたいと思ったら、うん、パーンって目の前にその白番があるとか。うんうん、だからそういういあの 経験をしたことなので、まああの幽体離脱をした人たちの話を聞いてると、あ,あなるほど納得できるなっていうのが非常に多いです、ね。うん、だから医者の顔を見えたりとか、うんうん、あのモニターねグラフが見えたりとか、うん、そういうのもまあ幽体離脱した時には物が見えるんです。うん、すぐ目の前にある物っていうのは、うんうん、だからそういう体験談を、えー、聞いてるとあ,あなるほどなと思います。うん そのなんかィアーズを起こせる機会が最近誕生したっていうマジそんなんないよ<う> <laughs> 前に話はあるからなんか聞いた話やさ <laughs> あれを俺が寝てる時にさヘッドホンにつけて俺が臨界できるようなそれはヘミシンクね,れンクねあれひどかったよ、ね、あれ全く効果なかったヘミシンクねもうちっちゃな箱に入ってる感覚でさどん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 締め,つ <laughs> 締められてるみたいな感覚しかなかったもう全く幽体です。ないでも なんかその感覚はあったんだ。あったあった。もううわあって締め付けられてる。うわあって。<laughs> うん こっつったら変な音をさヘッドホンで聞かせててさ人が寝てる時にヘミシンクですよヘミシンクロバート・モンローさんっていう70年代にまあインチキですよあれヘミシンクがインチキかどうかわからないけど僕には全く効果はなかったですけどでも全くそういう70年代の技術とは違って2000年以降で今その優体離脱をえっと できる、えー、と研究っていうのは機械的にね。 その脳の刺激によって起こせるのではないかっていうその研究っていうのはやってみないと信用できないです。進んでいるっていう話ですね。エイムさん悪夢見たってことですか。そはい。<え><え>そうなんで。もう感覚地獄なんで地獄。<laughs> 地獄じゃなくて。地獄生きなんで。だもう箱に入ってどん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 箱がちっちゃくなっていくっていう<あ>そういう閉じ,い、うん、閉じ込められて。うん閉じ込められていやー耐えられないってヘッドを抜取ったわけ。 そしたらものすごい変な音が出てて <laughs> ヘッドホンじゃないよあの iPhone のスピーカーからそばにこう外をだててまあててとにかくひどい感覚でした <laughs> ヘミシンクは全く全く効果はあったわけじゃんあまあ,はあ意識が変わったっていうことすごい効果意識は変わったけど効果はあったりとかあの流体ディラーさは全く違ったそこを我慢して我慢してねえよっら。<laughs> 抜って抜け出す。んで出すよ抜。抜け出抜け出小さくなる、小さくなるあの金縛りが最初きついけど、それをこう、溶かずにいう。いや、金縛りとは全然違う。体離脱金縛りやったことあるけど、全く違う。関係ない。金縛りから有体離脱はしたことがない。まあ、いや、あれなんですよ。だから、有体離脱が最初だけど、こんな縮こまった感じじゃないもん。有体<あ>離脱するは、体が動かない状態。そうそうそう 体がだから手足が動かないっていう <laughs> でもさそ,それもほらきつい状態なわけじゃないいやいや違う違う全然違うかなしばり別にきつくはないきつくはない、ね、全然関係なシバり結構あの僕とかはその最初ちょっと怖いなきついなっていうこう状態なんですけどまあその先に、えー、と体が抜けるっていうそうそうあってただただその,あの,そそのヘミ身ンクの時の状態とカナシバりの状態は全く違ったはい <laughs> 相当じゃあヘ、うん、ミシンク効果あるんだねないよそんな、ね、だって金縛りよりもさらにすごい状態だったわけでしょうい,やいやそういう、まあ、全く次元が違うところにいったやばいねヘ<え>ミシンクいやいややばくない全然使えないもうちょっとやってみましょうやだやだもう二度とやだもうそんなに怖がるぐらいだから <laughs> 怖がるって言ってもあの効果がないっていうのが分かるからそんなありえだ <laughs> 言うたり離脱はあるけどヘミシンクは嘘だとうな嘘。だと本日紹介するネイチャー間の商品はグミ手軽に CBD を摂取できるグミタイプで毎日おいしく必要な量の CBD を摂取することができますジューシーで一口に高品質かつ THC ゼロの CBD オイルが配合されており オイルの持つ独特の風味やカプセルタイプが合わなかったという方におすすめ1粒 10mg25mg の CBD オイルを含む2タイプがありご自身に合った摂取量でお選びくださいそして CBN オイルヘンプに含まれるカンナビノイド THC の酸化分解によって生成される CBN オイルネイチャー間の 10%CBN オイルはカンの c b オイル 高品質のカンナビノール CBN と純粋なオーガニック MCT キャリアオイルを組み合わせたオイルです専門家による抽出とろ過が行われ検出されないレベルの THC0.01% が保証されています体内のエンドカンナビノイドシステムと総合作用し心理的機能へ働きかけることで効果が認められ 睡眠補助として世界中で使用されています毎日のニーズを満たす逸品としてぜひお試しください現在このチャンネルをご覧の皆様にお得なクーポンを公開中ですセール商品にも併用可能です心身のリラックスやストレス緩和 不眠の緩和などの効果を期待できるということで世界中で注目を浴びる中厚生労働省の認可を受けた CBD 商品を試せるお得なチャンス詳細については下の概要欄をチェックしてください「死んでからが本番らしいから大変らしいですね」って最悪だよね最悪だよねそれ死んでからが本番だとしたらどういうことつまり僕ら死んだらもう僕ら人生終わりって思うじゃないですか 死んだらまあ思ってないけど思ってないですかつまりその死んでからが大変だっていうこと何が大変あ人生がなんでそんなの知ってんの死んだのこの人いや大変らしいですねっていうありがたいコメントでいえそんなことはないと思いますよ関係ないと思いますいや死んでからが本番だとしたら最悪だよね最悪っていうかそんなことはないと思いますからええ ここからまた辛い人生が始まるここからが本当の辛さが始まるのかと思うと恐ろしくなる <laughs> いやそんなことはないないな <laughs>、はいいここ上で。いやそんなことないいやよみがえることを考えてますけど私はいやだからだからそれ、うん、だとしたら最悪じゃないいやも,もっといい人生があるかもしれないですよ い悪い人生になるかもしれないいやそういうことはないでしょ <laughs> <laughs> よほどこの世の中でひどいことしがらかにいい,い,い,いい人生にずっとなっていくとなっていくと思いますよ私は悪い人生には絶対になる、えー、ならないと思いますよここかどんどん良くなっていく、はい、良くなっていくんだったんで,で、えー、良くなっていくにしても嫌だな俺 <laughs> <laughs> 面白いなこの話まあどうせ自分で忘れてるからさ今の人生なんていやだ,かだから次に生まれて変わった時にいいのか悪いのか分かんないじゃん,ん記憶の問題ではなくて忘れようがなんだろうが終わらなないいいっっていうのはちょっと恐ろしいなまあねそれを考えるとみんな怖がるところでもあり,も、ね、あありますよね、うん、だから人間っていうのはずっと生きてるっていうことを考えてもちょっと恐ろしいと思う人もいますよね、うんうん、中には。 輪廻が続く<う>輪廻が続くなんてたまったもんじゃないじゃんみたいなさ、ね、そのデーブの言うようにねどんどん良くなっていくんだよだから,だらだいい次元として今だから我々3次元の世界に行って4次元5次元6次元ともう何次元も上上上にあの人間っていうのを目指しているので、うん、だから同じような体験とかしないと思いますよ。 だから今は3次元の,あの地球上に住んでるけど4次元5次元となったら全然僕らが想像できないような新しい次元に住むようになるので全くそんな嫌だなっていう思いはないでしょうねと僕は思いますよくなるとそう4次元の方がひどかったですいやいやそんなわけないじゃん <laughs> でも生まれ変わったら必ずしも人間として生まれるかどうかもわかんないですもんねいやそんなことはないでし大体人間は人間ですよ人間って言ってもだからあの虫になるとかさそういうふうに言われてますけどそれはないでしょうね俺はそう思うけどじゃあ虫が虫はもうずっと虫でしかないのう、はい、もうずっと虫で輪廻していくしかないそうじゃない犬だったらずっと犬として輪廻するしかないっていうね、ええ <laughs> 先週のうんと気になったニュースは、えー、バイデンさんのバイデンさんの代わりに、えー、ニューサムさんというああ今の,あのカリフォルニア州知事に,に変えるんじゃないかと噂が,噂があるという噂があるニューサムさんは、まあ、州知事として2回もリコールされている人物ですと、まあ戦う意味ないでしょうねみたいなそんなに。 まあでも噂としては2028年の民主党の大統領選挙に出るんじゃないかというふうには言われてますからねもう昔からだからあの今のえ民主党の中であの大統領になるチャンスは一番あるんじゃないかというふうには言われてますだからそれをまあ先送りして まあどう考えても今のバイデンの状況だともうあまりにも年取って猛烈してるので早めに辞めてもらってあの次の,あの世代に変えようじゃないかというそういう流れっていうか噂話が結構ありますよねアメリカでは。でまあちょっと続きがあってまあまあそんなことよりデーブさんが。 この偽トランプをししていいるととううことはこはれ何で,でしょうか <laughs> 偽トランプってちょっとま,だまだ続く、うん、偽トランプ、でまあ、こういうその陰謀系をやっている割には的が外れていますよと、ホワイトハウスの議員は全員ディープステートであり、権力奪還のためのすべてお芝居だとで、日本も含めて世界中の政府はディープステートなんですと。 だなんでそういういうに言えるのだまあ要するに言ってることは民主党だろうが共和党だろうがどっちもパペットだよということですいね。いの両方別にその争わせてこっちの味方あっちの味方とかっつってそれをそらしていて <coughs> 実際にはパペットマスターがいるっていう,うことを言いたいのあの 言われたいんだと思いますなるほどいや全然僕もそう思いますけど、うん、まあただ今大統領選挙っていうのをやってて共和党民主党に分かれていてトランプバイデンっていうのがいるからその話をしてるだけでまあ個人的にはそれがどっちに転がろうがそんなに世の中って変わんないと思いますよ。だから言ってる通りディープステートっていうかその,あのパペットマスターが上にいてその人たちが操作している。 まあでも金が持ってる人たちが一番あの操作してるんでしょうねなロスアルケとかそういうなんとかファミリーとかあの世の中にいっぱいいて、まあ、表には出てないけど一番金をぎじってる人たちがあのコントロールしてるなっていうふうには思いますけど私は、うん。まあそのパペットマスターのゲームの中でまあ一応共和党を、まあ。民主党ってやってるだけで。共和党を 応援してていいるっていうまあ共和党別に応援してるわけじゃないけどうん、うん、まあどっちかというとあのそういうふうに見られてるみたいですけど、うん、まあ全然あの民主党よりは共和党の方がを,を、まあ、応援してるというか。 どっちになっちななても関係いいと思いますだから今のバイデンになっても、うん、戦争が増えただけでそんなに大きく世の中っていうのは変わってないですから、うんえー、アメリカっていう国の大統領が誰になろうか、うん、そんな世の中を引き抜かれるようなことにはならないとえ、まあどっちが勝っても別に、うん、変わんないと変わんないっていう意見だということですね、うん、トランプさんは偽物なんですかね今ね何偽物って分かんない トランプ偽物の説あるよね <laughs> え。えどういうこと？クローンかなんかっていうこと？<laughs> まああまりし、そのあのトランプのクローンを作ってどうどうするのみたいなことがありますけどね。<laughs> まあだからそのトランプさんがディープステートをこう。 壊すっていうふうに言っていたのが、まあ、実現しなかったからこれはクローンになってるんじゃないのみたいないいうんそういうふ、ねえー、うなえに用できないたカリフォルニア州の、えー、治安が荒れている原因となった、えー、州法の劣悪と無秩序の原因はこの若手州知事が原因なのだとしたら仮にこのギャビンさんが、えー、大統領となる時代は アメリカの完全なる終わりの始まりということなのでしょうか。まあ、そういう可能性も十分ありますよね。ギャビーが大統領になったとしたら、だってカリフォルニア州っていうのは今広いことになっているので、あ今の州知事二件がもう十分あるじゃないかと, <laughs> というふうに思いますけど。えー、四月二十九日にこなまエイリアンクラブ月曜日行います。久しぶりのエイリアンクラブ行います。今回全員集合。ジョーさんも来ると。 あそうそしてメシキそう一応一応というかさずっとメンバーなんだからあそうじゃない一応さんイエイイエイっていうほどの男じゃないからそれとメキシコ帰りの角由おなさんど、ちょっと興味深いですねいろいろな変わったところにシたらしいですから。 僕は赤プロ。こうしか言ってないから、もう十分覚えてますよ、赤どうでしたかもう最高ですよ。最高でした。また行きたいなと思いますけどじゃあちょっとその辺の話をね、住友き子さんとしていただければと思います。よろしくお願いします。4月29日、時間はニコ生、19時からスタートです。はい。つまりちょっと早いですね。祝日。祝日なんで、19時からスタートです。す。ぜひ皆さん、見てください。はい、よろしくお願いします。 はい。では、デビューの気になったニュース、次回もよろしくお願いします。